はい、皆さんこんにちは、ペジマヨです。今回で23回目ということで、今回紹介するトランプはこちらです。はい、今日はちょっと人によってはちょっと具合が悪くなるトランプかもしれないです。はい、今回紹介するトランプなんですが、本当に人によっては酔うかもしれないので、ここから先は気分悪くなったら自己責任でお願いします。じゃあいきます。じゃん。はい、一応名前がオメガというトランプで、まあ渦巻きですね。本当にあんまり見ない方がいいかもしれないです。じゃあこういう風にグーグーがあって、ここに何か、何なのかな、これは宝石わかんないですけど、こういうデザインがされてるトランプです。うわ、ほんと気分悪くなりますね。多分紹介するなって話ですね。でも手元に取ったのがこれだったので、サイダーは特に何も書いてないですね。ここはなんか細かいのが書いてあるんですけど、ちっちゃいので割愛しますが、皆さん各自で読んでみてください。はい、じゃあ早速開けてみましょう。ちょっと箱離しとこう。はい、まず1枚オグマのトランプが広告が入ってて、でダブルバックですね。で表が結構、離そう、表が結構面白くて、全部渦巻きになってるんですよね。クローバー、ハート、ダイヤ、スペードの、まあ、スペードです。あー、これも酔いますね。スペードで絵札も面白いデザインになってますね。スペードが一番良い気がする。まだ絵札の方がマシですね。ちょっと後ろが黒くなってるんで。でも結構かっこいい風に、色の使い方がかっこいいですね、絵札は。でジョーカーがこんな感じ、誰だっていう感じですけど、多分この目のところが箱のこれなんでしょうね。はい、でジョーカーが同じのが1枚入ってます。両方一緒ですね。まあ表はこんな感じ。さあ裏ですが、これです。酔います、はっきり言うと。箱と一緒ですね。でまあ特に渦巻きのデザイン以外は凝ったっていうか、コントランプ自体凝ってると思いますけど、まあ、こういうデザインですね。ああ、クラクラするな。質感はかなり柔らかめにできてますね、このトランプは。まあファンはこんな感じですね。ちょっと隠れてたいればいいんですけど、全部見ると本当具合悪くなっちゃいますね。まあ、使ってる本人もこれ具合悪くなるかなというふうに思います。僕もあんまり三半規管強い方じゃないので、ずっと見てるとね、これ多分酔います。まあマジックでもあんまり使いたくないですね。自分だけじゃなくて見せる方にも影響が及ぼされそうなトランプですね。はい、ということで今回はオグマの紹介でした。まあ、酔うといけないので、ちょっと遠目で紹介します。いやー、まあこれはおそらくフラリッシュでもマジックでも僕は使わないですね。見てるだけで酔うので、なんで本当にコレクション用だと思います。僕はちょっと面白そうだなと思って買ったんですけど、実際見たら予想以上にデザインが、目で近くで見るとクラクラするデザインだったので、実はこれあんまり開けてないです。最近買ったばっかりだったんで。けどもこれは多分ほとんど使わないでずっと眠らせておこうかなと。まあ、裏はこれですけど、表のデザインは結構気に入っているので、そこだけは結構いいかなっていう感じです。まあ、興味ある方は買ってみてはいかがでしょうか。ただ本当に動画よりですね、実際に目で見ると結構きますので、そこら辺は本当に自己責任でお願いします。ということで今回はオグマの紹介でした。ありがとうございます。
片付けよう。本当にこのトランプ見てるだけで気持ち悪くなるな。皆さんご注意を。買わなくてもいいかもしれないです。